ミャンマー国軍の統制下にある裁判所は民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏の住宅を競売にかけました競売は最大都市ヤンゴンにあるアウン・サン・スー・チー氏の住宅前で日本時間の20日正午過ぎから始まりました入札の最低価格は日本円でおよそ220億円に設定されています裁判所の担当者らが 購入を希望する人の有無を確認したところ、この日、入札者は現れませんでした。担当者らは後日再び競売を実施するとしています。この住宅は前の軍事政権の際にスーチー氏が合わせて15年間軟禁されていた場所で、民主化の象徴として知られています。スーチー氏は2021年の国軍によるクーデター後に拘束され、 今も解放されていません。